こんにちは。越後上越上杉おもてなし武将隊あやにござりまする。そして取り手の影勝でござる。さあやってまいりました。はい、前回より始まったヒムと行く上越グルメ旅2回目でございます。ありがとうございまする。さあ母上、はい、こたびはどちらでしょうか。はい、本日高田中町にござりまする百年料亭浮世さんにお邪魔させていただきまする。浮世殿といえば江戸時代から続く老舗で中の老舗でございますな。さようでございますね。高田切手の老舗料亭ということで、私も昨晩からもう緊張しておりました大丈夫ですか。はい、それでは参りましょうか。こちらへ高田駅からも歩いて来れますので、すぐ近くでございますよ。もう早速趣向のある塀ですな。外観から続きあちらでございますかね。こんにちは。お願いいたします。見てくだされ母上、はい、この玄関からして入り口でございますね。趣がありますな、はい、どうぞ。2階の方から、はい、失礼いたします。こちらの2階にはですね、はい、大広間とあと小座敷が3つあるんですけれども、はい、まずこちら大広間の方からご案内させていただきます。失礼いたします。あっ、思っていた以上に広いですね。そうですね、広さがですね、はい、畳153畳でございます。幅が、8メートルの奥行きが36メートル、はい、これだけ広いあの大広間を持っている料亭っていうのは、まあ、全国の料亭のうちだけで。あとですね、天井をご覧いただくと、はい、シャンデリア5つあるんですけども、はい、シャンデリアの上にあの花の絵が描かれてまして、はい、これは季節の花になっていて、その舞台側から冬の花、はい、秋の花を描いて、一番のところの側が松竹梅。見どころっていうのは他にもございますか。あとこの舞台、これだけ、はい、広い舞台があるのに舞台っていうのは他にもなくて、この、松の金屏風ですけれども、こちらも今の規格のサイズとちょっと違ったサイズになっているので、はい、まあ、相当古い年代の、まあ、ないかなというのは推測されるんですけど、こちらも何か出し物っていうのをされる。そうですね、今年ですね、今年先月11月には、はい、赤坂から、はい、芸妓さんを呼んで踊りのイベントをやったりとか、まあ、そういったことを、はい、じゃあ次の間に行く前に、はい、先月ですかね、クラウドファンディングされていたお話を聞きまして、はい、この結果などのお話を聞いてもよろしいですか。そうですね、10月ですね、15日から11月いっぱいまでですね、クラウドファンディングを募集、募ってたんですけれども、目標金額を860万円に設定してたんですが、おかげさまでですね、430名以上の方々から、大きくもその目標金額を上回る1150万ほどご支援いただきまして、はいはい、で一応予定では、3階今まで使ってなかった小座敷、まあ、3つあるんですけれども、はい、そこを改修工事して、まあ、利用してもらうという形になって、で早速もう改修工事の方はもう行っておりまして、ちょうど今もう完成したてなんですけれども、はい、まずこちら中3階というお部屋の方からご案内させていただきます。お願いいたします。ちょっと階段が急なので気をつけてください、はい、お願いいたします。でこちらが改修工事したお部屋で、はい、まあ、改修する前はもう壁もすごく傷んでまして、はい、まあ、畳、まあ、床もですね、うん、ずいぶんと波打ってたんですけれども、まあ、耐震補強して壁も塗り替えて、で新しくなりにようにしたお部屋になります。で各部屋に、はい、トイレございまして、トイレの水回りもですね、はい、修繕して使えるようにしました。こちらの方も、はい、すごい、本当にここ人まで全て完結するような。そうですね、まあ、他のお客様と顔を、まあ、合わせなくてもご利用いただけるような形になっております、うんうん、
隠れ家みたいなのがありまして、はい、この扉を開けますと外に、まあ、出れる通路があるんですが、まあ、当時ここでですね、芸者さんと1ヶ月暮らした方がいらっしゃって、そこから会社に通勤されてたっていう、そういう噂があるので何かあった時に、ね、なるほど、抜け出せる、今ね、夢のある、そうですね、夢でございますね、すごい。次はこちら桜三階というのをご案内させていただきます。こちらが桜三階、今回改修工事したのは壁をですね、はい、まあ、ちょっとあの桜色にまあ塗り替えて綺麗にしたんですけど、はい、で桜三階というお部屋なので、そこ柱の桜の具材を使って、おそうですね、随分壁を塗り替えて雰囲気が変わりましたね、うんうんうん、あ、車が来ます。そうですね、こちらあのうちのトレードマークになってまして、はい、まあ、七転び八起きと言いまして、うん、あのまあ、嫌なことがあっても美味しいお料理と、まあ、お酒を飲んで、まあ、リフレッシュしてまた明日頑張りましょうというこうメッセージが込められています。素敵ですね。まあ、あとこういった花の絵も描かれてるんですけれど、当時あの斉藤敏夫さんという方がいらっしゃって、はい、絵だけではなかなか食べていけなかったんですから、うんうんうん、当時うちの主がこう面倒見てるので、でそのお礼にということで、まあ、この方の絵がちょっと館内に行ってるところに描かれてるんですけど、これもそうですね、せっかく利用していただくお客様に探していただきたい、そうですね、ところでございますね。こちらのタイのカブトムシというのになってまして、すごい、はい、タイの頭を昆布と一緒に蒸してだしベースの間をかけたシンプルなお料理なんですけども、はい、昔からあの、まあ、結婚式だとか年祝いといったお祝い事には必ずお出ししてる、まあ、お料理 であの高松の宮殿下が、はい、赤倉にスキーにこう、まあ、いらっしゃってたそうなんですけれども、うん、まあ、そういった際うちにも立ち寄りまして、で必ずこういったあのタイの感じの種を、まあ、高松の宮殿下も、まあ、召し上がるとか、うん、まあ、お気に入りの一品のお料理、いただきます。まあ、身の方もこの辺のところがありますけど、あ、裏の身のところから、繊細な貝の味と味付けもシンプルで、はい、まあ、お出汁と、まあ、あと塩と醤油で、まあ、少しこう味をつけてます。はい、雑味が全然ないので、うん、貝の味もそうなんですけど、お出汁の味すごいぴったりですよね。で、柚子の香りもすごいするので、でも素敵な、まあ、特にこの寒い季節にぴったり、そうですよね、あんがまた良いです。これしますね、おいしい、おいしい。このタイの方も昆布と一緒に蒸してるので、はい、その昆布の味がすごく染み込んでる、うんうん、そうですよね。こちら浮世さんをご利用していただきたいシーンというのはどのような時でございますか。はい、今あのこのコロナで、まあ、大宴会がなくなってきてますので、あのクラウドファンディングでも改修工事しているので、うん、小さいお部屋をですね、まあ、中心に、まあ、ご家族のご利用だったりとか 4,5 名の、まあ、小さな席でまとめていただけたらなというふうに思っています、うんうん、ホームページ見た感じ、そのやっぱ宴会じゃないですけれども、そういう小さいプランとかもたくさんあったように見えましたの で、ね、せっかくですのでそういうシーンで利用していただきたいですよね、はい、そうですね、まあ、誕生日プランですとか、うん、顔合わせであったりとか、はい、まあ、年祝いとかたくさんございますので、うん、まあ、ぜひそういった機会があればいただけたらなと思います。ちなみにランチなるものもやっているそうですけれども、はい、今ランチはですね、11時半から2時までやっていまして、まあ、ご予約いただかなくても、まあ、お越しいただいた方から順番にご案内させていただいているんですが、うんうん、まあ、季節のランチも美味しいものございますので、ぜひお越しいただければと思います。ありがとうございます。
ます。完食でございます。ごちそうさまでした。ということで本日は高田にございます百年料亭浮世様にお邪魔させていただきました。いただきましたのはタイの酒蒸しでございまして、では日本酒に熱燗ですかね、ぴったりでございます。ぜひ皆様こちらいただきにお越しくださいませ。それでは百年料亭浮世様でお待ちしております。